まずはジャック・クーリーが触って琉球のポゼッションで始まりました。予想通りのマッチアップですね、はい、さあ波里が行く、打っていくか、クーリーに渡した、アシストになりました。波里です。川島へ、川島には岸本、ファイトオーバー。さあ川島行った、キックアウトして鈴木達也打てない。残り4秒です。ロングスリー決まった。西川、鈴木達也、そして津屋、川島もらってハントのピック、ハントにバウンドパス、ダンク、すごい、これが出ます。ドバツからノルクでフリューへ、今村のアシストでした。だいぶ時間が、あ、いいですね、こういうダブルチームですね。左のコーナーから今村決めました、よく決めました。マキが行く、キックアウトして不入、リバウンド決まりました。最後今村が合わせました。あ、ユータツミが入ってますね。ユータツミがこれでデビューということになりました。クーリーに入って、クーリーバスケットカウント。川島3、ハントが取って決めました。バスケットカウント、ファールはシモンズです。不入、岸本に、あ、ここもいいですね。激しくディフェンスに行きましたがダンクになった。エヴァンス、エヴァンスに上、エヴァンス行った、あ、ブロックですね。ハントのブロックです。で決めた、これが B リーグ初得点となりました。まずカイロハントのブロックがありました。ここね、井上選手が本当に頑張ったんですよ、はいはい、その結果ハントのブロック、そして川島から最後ユー辰巳でした。この若い2人の活躍はね、本当に嬉しいですね、サインにとっては。エヴァンスに通った、これで9点差です。これでエヴァンス今日10点目。波里には鈴木達也、おー、いいスティールですね。ツヤに渡して、ツヤが決めました。スティールから得点、ハントが一度は防ぎました。あ、ここも抑えました。いや、見応えがありますね。パス通らなかった、スティールしました岸本、岸本からダンク、エヴァンス、左に不入、湯がついています。そしてここはツヤ、不入が、ここはシモンズに通りました。一方琉球、もちろん琉球としては落ち着いて攻めていけばいいわけですよね。そうですね、慌てる必要はないですからね。波里からノールックでクーリーへ、リバウンド自ら取ってバスケットカウント。波里からクーリーへというところでした。ここも完全にノールックパスですからね。山本修介が行くが、シモンズ、田代がついている、ツヤ、ツヤのスリー決まった。いいですね、もうツヤ、ツヤ行った、いや、いいですね、バスケットカウント。最後ここで守りたいところ、シモト、シモンズ、シモンズバスケットカウント。残り30秒を切りました。ツヤがディフェンスに行く、今村から7アダニルだ、バスケットカウント。ツヤがワイドオープン、右コーナーからエアボール、
琉球ゴールデンキングスがサンエンネオフェニックスを下しました。それではスタッツです。最終的には14点差でゲームが終わりました。さあそれでは各種リーダーズです。あ、サンエンのスコアリーダーツヤですか。そうですね、すごいですね。20得点そして6リバウンド、これ素晴らしい数字ですね。そして3円はアシストは鈴木達也7です。一方の琉球ですがジャック・クーリー27得点です。さらにこの次にはエヴァンスが24得点ですね。そうですね、今日の課題であると思いますのでね。あとはまあやはりイエローバットをはじめとしたファールの部分は気をつけたいですね。はい、ハント選手もそうですね。さあそのあたりどのように修正をしてくるでしょうか。琉球ゴールデンキングスがホームのサンエンネオフェニックスを下しました。